台湾古籍一覧国定古籍高雄市、鈴山区濁英国領事館及び官邸イギリスの国際関係中英関係成長、濁英国領事館日英関係大日本帝国、台湾中日英国公使館濁英国領事館、文化園区は台湾高雄市、鈴山区高雄港にある旧イギリス領事館と、領事官邸、領館をつなぐ賛道を包括する、建造物群。 両時間の二つの建物は台湾で現存最古の西洋近代建築物であり、日本統治時代と戦後の国民政府時代に用途を変えながらも、1987年に中華民国内西部により二級戸籍に指定を経て、戦災や災害によって損壊した建物の修復が進められた。2013年より一帯を学営国両時間文化園区として開放。 高尾市屈指の観光地となっている。英国発、大中台湾領事、ロバート数院法1858年、新朝政府とイギリス政府の間で、天津条約締結に伴い抱く法が開校し、1864年に同校に税関が設置されることになった。淡水にあった領事館から副領事のロバートスウィンフ院法が派遣されたが、当初は校内の廃線。 三陽号を借りて、領事業務を行っていた。翌1965年2月に、濁福領事館は、領事館に昇格、旗後にあった家人の住居を、領事館として借り上げた。同年8月に、マックフェール紹介画子を船町に建てた赤レンガ造りの西洋建築の社屋が完成し、1867年5月から、 イギリスが借り上げ1910年まで領事館として使われた。その後日本政府が水産試験場として戦後も台湾政府が水産試験所として使用した。2005年に高尾州水産試験場という名義で市政府に戸籍登録を受けた。その後予算が投入され修復をされている。ふもとの領事館は対外業務を行う公館であり、不当税関、 商船への接近性から、この場所が選ばれた。当時のイギリス政府にとって、脱地区における重要な業務拠点であり、領事裁判権を有していたことから、他歩、牢獄の機能も備えていた。洛南地区における、規約違反者には、用の東西を問わず、罰則として牢獄に遊兵していた。日本の水産試験書として使われた際に、大幅な改築がなされたため、 新朝時代の面影を見ることはほとんどできなくなっている。1868年に台南の阿ビラ港で起きた小農貿易をめぐる台湾同役人とイギリス人との争いが阿ビラ法事件に発展し濁量時間が処理に当たっている。小船道では道路を除いて給料時間と海の間を隔てるものは何もなかったが戦後は海順所の案件所事務所が設けられていた。 しかし2018年夏に撤去され、王子の姿を取り戻している。修復前の水産試験場1910年の官邸領事官邸は、最古は二面する海抜高度30メートルの高台にあり、北側はき山、三方を断崖に囲まれている。麓の領事館とは石段でつながっている。1877年1月に領事館の山頂の土地を、 取得、1879年8月より、領事館邸が完成した。総面積は471平方メートル。日本統治時代から1979年までは、海洋観測所として使われ、1987年に内政部により、英国領事館として、直轄指定古籍登録を受ける。歴代の内外政権や使用者が点々としたことで、 高台にある官邸と比べて、麓の領事館の建築は、あまり重要視されずに、官邸の方が領事館と、しばしば誤認されてきたが、実際には、領事館ではなく官邸であり、2009年に訂正されるまでは誤った名称で登録されていたことになる。領事館邸は、植民地仕様のバラと石彫りが特徴のバロック建築で、イギリス人が設計した。 採寸も英国式の土量校であるヤードやヒートが使われている。四方を回廊式のバルコニーが囲んでいて、柱の上部は半円状のアーチ構造となっている。各部屋には暖炉を備え、仮層は地面の高さが不均等なため一部が地下室となっており、倉庫や貯蔵室として主に使われた。赤レンガは中国のアモイから運ばれている。築上の排水管は、 新町末期の洋館の特色。赤レンガの配置や装飾は、北方ルネッサンス様式となっている。山頂の領事館庭は快適性、安全性、プライベートの確保に適している物件として該当したため選定され、建物からは、濁港が一望できる視界の広さだけでなく、石段でしかアクセスできないことによる静粛性があり、領事館職員の住居、または、 在校施設の迎賓場所として使われた。古籍登録を受ける前年の1986年より、官邸の修復構想が始動し、濁港開拓と近代史の文献や、大鳥山型球場の模型などを保存、展示する高雄史跡文物陳列館として再開業。その後修復作業に入り、2004年に再オープンすると来訪者数は40万人超を、 記録した。2013年10月には、台湾の実業家である、江藤明が、オーナーのティーサロン、古典売開園が官邸内に開業した。官邸と領事館を結ぶ、全長約200メートルの階段。領事官邸落成と同時に共用された。花崗岩と散号石、赤レンガで作られている。山頂の官邸に至る坂道は他にもあるが、 この歩道のみが園内のものとして扱われている。19世紀末の領事館建築一帯の景色1893年、出版台湾島の歴史と持ち市のフランス語地図。図の右上部にある建築群の左側、L 字系建築物がコンセラ・アングレー、すなわち英国領事館の当時の位置。ありがとうございます。